はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もブラックオプス3、フリーフォールやっていこう。フリーフォールで、ボイチャが鳴ってる。ウォーマシーンを使っていこう。あとは武器は、AR の初期武器の KN に、また、なんだっけな、アタッチメント3つつけれるやつで、アタッチメント3つつけてガチガチに固めたやつを使っていこう。8人揃ってる。あんまりね、フリーフォールで、フリーフォール。リーパーとか使ってもあれなんで、これだ。回線3本。ちょっと悪い。ストリークは UAV とカウンター UAV とヘルストーム。ブラックオプス。あんまりやってないからね、どっからやってくるのか敵。思いっきり動き回っていこうか。アウトライダーを処理。リロード。おお、怖い。あのスナイパーみたいなあの音がする。スナイパーか、あれ。あの武器の銃声と銃弾跡がすげえ怖い。まあ、いたけど。よし、逃げる。よし、ん、まだ来てる。青ショットガン。死んじゃいない。よし、よし、ね。あんまり動き回りたくないけど、動き回っても行こう。場に落ちて。よし、まだいった。よし、グレポーン。はい、届かないな。よし、よし、カウンター UAV。 いた。はい、あ、待って待って。はい、リロード。気づいちゃいない、この敵。なんで気づいた。 UAV リロードして、ヘルストームゲット。ケアパケを呼んだな。まずい。ヘルストーム、ここ。ダブルキール。さあ、もうちょっと点差を開いておきたい。どこ？よし、まだいた。よし、そっか、フリーフォールはアシスト表示ないか。倒して、な、なに。グラビティスパイク今入ってった。グレネード、リロード。ウォーマシーン、あんまりフリーフォールじゃスペシャルウェポンにも頼っていられないけど。よし、グッドエフェクト。敵 HCXD 複数、作戦エリア内に確認。倒して UAV。 いろんな武器を使ってきたけど、なんやかんやで倒して、なんやかんやで初期武器に戻ってきてしまったんだよな。やって、あとドットサイトとかも試してみたけど、この武器は個人的にはドットサイトなくても見やすいというか。ん、あれ、
ヘルストーム呼んじゃおう。ヘルストーム呼んじゃおう。君決めだ。一人で行けだ。さああと二人。危ない。アーガスください。あー画面がぐるぐるする。はいはい、よし、オッケー。一発で決めたかった。というわけでね、フリーフォールはこんな感じで、初期武器は結構使いやすい。30キロ4です。精鋭が相手だ、満足して死ね。いや、ここで威嚇墓掘りじゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。